こんにちは。リフォームの達人プロデューサー、山さんです。こんにちは、おしゃれな部屋はカーテンが作る、マノワの渡辺です。こんにちは。ワクワクリフォームクリエイターのまえちゃんです。はい、先ほどライブをやってたんですけど、今日は、渡辺先生で月に1回のカーテンのお勉強、早速いきたいと思います。もうどん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 行きましょう。やっぱり内容はね、新しい知識をやっぱ増やすということで、今日のテーマ、いつもと同じように、おしゃれなお部屋、カーテンが、作る。まあ、渡辺先生の方から、今回のミッションは、フーガってなんだ？舞ちゃん、フーガって、車の名前じゃないよ、日産の。そうね、それ、日産の車の名前か、あるアニメの必殺技の名前ですね。はい。はい、もう、フーガっていうのを調べましたよ。今日お届けするのは、クロス、カーテン、ソファーなどの依頼でした、ミッション。子供がのびのびと遊べる開放感あるリビングです。これは、先生、これどちらの、物件なんですか？これは山中湖のスマイロさんというところの、オープンハウスの、新築物件で先日納品した現場です。テーマというか、いつもコンセプト、ストーリーみたいなことなんですけど、その、ご依頼というか、方向性、どんなことをお考えで。そうですね、お子様がのびのびと遊べるっていうところと、あと結構木材をふんだんに使う、はい。体育館なので、とてもやっぱりその木の要素を引き立たせたいっていうところで、それで窓周りなども、カーテンっていうよりは上げ下げするメカものがいいなっていうご依頼ですかね。で、その中でどういうふうにシーンとして使われるかっていう話を聞きながら取り付け提案施工させていただきました。はい、見て、いきましょう。掃き出し窓に、フーガ、これですね、フーガ、メカモノ。超高ロールスクリーンを取り付けました。フーガは、厚手とレースの生地を一体で織り上げ、2種類の生地で構成された。まいちゃん、これ、ロールスクリーンなんだって。これなんかハニカムスクリーンみたいな、シェードみ似たいてに見えますね。はい。ます。これ。で、巻き上げると、こんなスッキリと、見せることができる。これ、フーガの特徴って、どういった時に使うのが、メリットとしてあるんですか？そうです。要は厚手のカーテンと薄手のレースっていう機能を、ロールスクリーンっていうのは厚手が上げるか下げるかのなんですけど、この超高のロールスクリーンのは、レース生地と厚手の生地になっているので、レースの顔にすることもできれば厚手の顔にすることも夜なんかはできるって言って、今ちょうどかんあの小さいサンプルがここにあるんですけれども、いわゆるこれがロールスクリーン。上げる、横から見てもこういう薄いです。で、これをレース、朝になったからレースにしましょうっていうと、こういう例、奥行きが出るんだ。そうなんですよ、立体的になるんですよ。なるほど。で、国内メーカーもこの超高ロールスクリーンって出してるんですけれども、国内メーカーさんのは、国内とか他の会社さんのは、この厚手の生地になったままで上げるって感じなんですけど、このフーガの特徴としては、このレースにしましたって言ったら、レースの状態でも。すごい。だからちょっと日差しがまぶし、あの、朝こ、あ、まあ、朝おはようございますで、レースの顔にします。で、ちょっともう上げようかな。ちょっと下を見たいな。でも、後ろはちょっと気になる人が、いるからなーとか、こんな感じで、そう、こちらもできるっていう、目隠しだったり日差しとかそういう感じですよね。そうです。不透明の厚手の生地だけで上げることもできれば、ちょっと光を入れながら上からはちょっと見えないようにしたいなーとか、そういうコントロールができるので、で、この窓枠にしっかり収める、結構ミリ単位で作ってくれるんですよ、メカを。制作仕上がり寸法を。通常は何センチ、幅に関しては5ミリ単位かな。で、高さは1センチ単位とかなんですけど、フーガさんはミリ単位で収めるのには、この寸法、高さはこの寸法っていうのができるので、結構
カーテンだとちょっと重たいけど、こうすっきりさせたい。だけど、光をコントロールしたい。で、またこの夜、室内の中に電気がつくと、このね、ラインが、外から見たときに、スタイリッシュなこう横のラインがこう綺麗にちょっと見えるので、それはそれでまた、なんかすごい、この家、上風格品。じゃない、シックだなとか、そうそう、そんな感じでできるので、とてもいいかなと思いますね。こんなのをぜひやっていただけると、使っていただけると、また、まゆちゃん、これ、りほともさん、注目じゃないですか、風が。いね。や、だってこれ、ブラインドみたいな、その横のラインのなんかスタイリッシュさもあるけども、なんかロールスクリーン、柔らかいイメージもあってね。で、ロールスクリーンって結構のっぺりしたこう奥行きのない感じになりがちですけど、なんか立体的でね、すごくいい彩りな商品ですよね。そうですね。で、生地も結構こうグレイッシュなものからシャンパン系みたいな、やっぱりそういうラインを狙ってるので、色の多色展開はしてないんですけど、こうシックな空間にしたいなんていうお客様にはとてもおすすめな一台。これめちゃめちゃいいですね。なんかすごい欲しいで、このレースの部分が不透明な部分、こうね、開閉して立体的に見せる。風が独自の、魅力とは、カタログ、まいちゃん、こちらの方ちょっとご用意させていただきました。さっき先生言われたように色の展開もありまして、そのスラットを開いたままこの巻き上げができる。これですよね。この、日差しとかそういったちょこっとだけ開けたいという形もできます。なので横から見た時、室内側、室外側という形、それと全て、閉めた時という形で、この立体的にこのスラットの開け閉めをこういった形で開閉することによって、全、開示、全、閉める時というような、こういうようなこのバランスで見せ方を変える、まあ、外からの光の調整というところ、それから外から見られた時のイメージも変わってきます。そしてお色目、まいちゃんどうですか、お色目も楽しくないですか？いやー、この上から2番目の感じとか大好きですね。すごい。で、ちょっと近くで見ると、そのね、折り柄っていうか、その生地のただのこう無地じゃない、なんかこうちょっとこう光沢がかってるものもあったりは、まあよく見るとなんですけどね、そんなに気にしないわっていう感じだと思うんですけど、でもそういうところが私は好き。なるほど。そしてこういったカラフルな色目、こういったものもあります。まあ、それこそ家だけじゃなくて店舗とかいろんなところに採用ができる、こういうのもあるんですね。そうですね。見るの？いろいろとあります。ね、和っぽい感じ。で、さらに戻ります。小上がりの畳の、小窓にも同じものを、つけております。こちらですね。で、結構窓によっては内枠に入れたいなんていう時は、本当に窓枠をミリ単位で細かく測って、必ず上と下だけじゃなくて、中間の寸法も測って、縦も、右、左、そして真ん中じゃないですか。結構細かい寸法をできるだけデータを取って、それで発注する。で、閉じた時にどの長さにしたいかとか、そういった細かい発注書の指示があるので、非常に使いあのユーザーさんの意見をこう反映させた、超高ロールスクリーンだと思います。吹き抜けのリビング、高いところに2つの窓、アルミのブラインド、カラーをロールに合わせて、取り付けをいたしました。こんな感じですね。そうですね。で、ここはどちらかというと、もう西日が本当まあ眩しいですとか、で光のコントロールをアルミのブラインドでちょっとやりたいなんていうことで、アルミのブラインドも、電動もあれば、あとこうリモコンで電池でこう上げ下げスラッとできるとか、あとはチェーン式コード式っていうのいろいろ選べますので、そのシーンに合わせたブラインドをできれば新築とかであれば、最初のこう壁をボードを閉じる前に、やっぱり下地、それこそ先ほどのリビングとかも大きな
2メーター40、50とかある場合には、金物取り付ける位置も決まってくるので、必ずその下地をしっかりとやるっていうのがポイントっていうところもメカものはありますね。わかります。山本さんのこのロールスクリーン、下地が入ってないところですこすこ抜けようとしてる。もうこれを、ああ、入れとけばよかったっていうね、ありますんで、ぜひ。で、これなんかさ、最初入り口になんかあったやつ、これだこれ、と思う。子供さんがこう、クライミングで登れたり、あと棒は鉄棒、何？なんていう登り棒？の？登り棒。登り棒でやったり、あとは、運転リンね。クの方には、運転があったりして。そんなので、もう、すごく動き回って。で、そのちょうどこの階段の下には、子供の城じゃないけど、そのあ、中のに中にこう入っ入ってていくくのね。と、元気にいつも遊んでいらっしゃる。ああ、舞ちゃんがあそこに隠れるわけじゃないですね。悲しくこなの大きな風雅の横が広いデッキになってて、そこにお手製のブランコがあるので、その風雅のこうレースに、私がちょっと打ち合わせで伺った時にはレースの状態になってて、子供さんがこうゆらゆらなんか遊んでるなっていうのも見えるので、なんわあ、となく楽しい。そのシルエットがね、リビングに絵のなるようほど、見えるわけですにね、風よ雅かっで。たですよ。はい、シンプルですけど、まあ、大きさも2メーター、そうですね、結構大きな寸法までは作成できる超高ロールスクリーンなので、2分割じゃなくて1台でできるっていうところにも、こういったところはおすすめのロールスクリーンです。ということで、こちら、モデルルーム、フーガ、ぜひご参考にしてみてはいかがでしょうか。もっとインテリア、カーテンについて知り合いたい方、インテリアマノはこちらの方で、ホームページコーディネートの実例もご紹介しております。自宅で飾るリゾート空間、富士吉田市、今日はインテリアマノは渡辺先生に来ていただきました。いろんなビセレクト、コーディネートブック、こちらの方もぜひご参考にしてみてはいかがでしょうか。リホナビオフ会、いろんな内容、こちらの方、まずは QR コードから読んでいただいて、山さんにコメントスタンプくださいね。はい、ということで、今日お届けしたのは、フーガ、いろんな、まあ、楽しい感じだったんですけど、先生、最後、まとめいただけますか。そうですね。ブラインドとかロールスクリーンで、どちらかというと結構こう事務所で使われてるってイメージがあるってお客さんよくおっしゃるんですけど、ただ今みたいなようなこの風雅とかは、すごくこうスタイリッシュな、で、使い方によって機能的なことも兼ねてはいますので、ぜひ、こういったものでお部屋を、楽しんでみるのもいかがでしょうかっていうところで、今日はご紹介しました。舞ちゃん、どう？このカーテンまで広げたよ。ちょっと、初出演、初、渡辺先生はまあ面識あるんですけれど、こういうのも、やっぱ、日本ナビ、なんかどんどんどん広がっていきそうでしょ？クロスとカーテン。やっぱりリノベーションする方もね、多く見てますんで、やっぱり窓周りも一緒に変えますんで、やっぱりそこの情報も欲しいっていう方は必ずいらっしゃると思いますし、やっぱりブラインドって憧れるんですけど、やっぱり埃が乗るとかね、あと冷たい印象になるとか、寒いのかなとかあると思うんですけど、なんかこの、で、ロールスクリーンだとちょっとなんかのぺーっとしてるし、じゃあやっぱりいつものカーテンっていうところに、ちょっと新たな選択肢でこの風がすごくいいなと思いましたよね。あとはなんかの立川のフレア、だから縦の、あれもなんかね、あれなんか採用ないんですか？ああいう形の採用の物件、案件、消すの。ノーマンさんがやっぱりスマートカーテンって同じようにこうバーチカルにこうレースがこうふわっとしたような感じですごくスタイリッシュなそうで、そうですね、何件かお客様のところに納めさせていただいたんそうですですか。ぜひぜひまたちょっと、そういう、ね、ご紹介できたらいいなと思います。ということで、いつものように行きたいと思います。せーの、必ずできる。ありがとうございました。また次の動画もお楽しみに。